はい、みなさん、こんにちは。どうも、チルでーす。ピーン。というわけで、今日はもうね、年末ですよ。美容系 YouTuber と言ったらコスメ。コスメと言ったらベストコスメ。今年使ってよかったなって思った、ベストコスメ、紹介していきたいと思います。イェーイ！どっか行こうかな。ちょっともしかしたら去年も出したことあるかもシリーズでいきたいと思います、最初は。まずこちらですね。エレガンスのカールラッシュフィクサー。これはね、マジで超いい。マスカラ下地比較の動画でも出させてもらったんですけど、カールキープ力はもちろん抜群だし、抜群のやつって結構落ちにくいじゃん。落ちにくいんだけど、落ちにくい中でも一番落ちやすくて、毛のパサつき感がない。今も使ってるんだけど、カールキープ力はもうめちゃくちゃある。繊維も見た感じ入ってないものになってるんだけど、でも伸びんのよ。だからね、すごいいいなって思いました。じゃあ次です。リリミューシアーマットシェーディンググレージュトーンになります。これはもうマジで鬼リピ。ニュアンス的にすごい好き好みが分かれると思うし、パーソナルカラーとかでも全然変わってくると思うんだけど、このリリミューのシアーマットシェーディンググレージュトーンが一番なんか私の肌にマッチしてる感じがする。自然なグラデーションっていうかね、シェーディングでこう削れるっていう感じがするから、もうこれは本当にマジで必須ってぐらい結構本当に気に入ってますね、こちら。鼻かゆいんだよ、さっきから。はい、次です。この辺からは多分去年紹介してないでしょうシリーズですね。じゃあまずそうだな、下地からいこっか。ズーシーの下地シリーズですね。これはね、もうほんと肌なじみがもうめちゃくちゃ良くて、こんな感じで肌トーンアップしながらもちょっとツヤが出る感じになってるんだよね。で、他のやつがね、もうほんと優秀すぎるの。コントロールカラーではないんだけど、結構濃いめなんだよね、下地っていう割に。そう、だから緑色で赤みを消したりとかして同リー感出すとか、この紫の方を使ってより透明感を際立たせて素肌美人風に見せるとか、すっごいなんか分かりやすく出るものになってるから、ちょっとガチでいいなって思いました。でファンデーションに負けずちゃんと残ってくれるコントロールカラーの下地だなっていう風に思ったから、今回はベストコスメ入りですね。次、ファンデーション。エイプリルスキンのウルトラスリムクッションのライトベージュになります。もうライトベージュっていう色に限らずなんだけど、冬場めっちゃいい。エイプリルスキンってさ、そもそもがさ、なんかスキンケア系のブランドなんだけど、スキンケア系のブランドから出てるとは思えないぐらいのカバー力なんだよね。で、この、ツヤを殺さずにマット感が出る感じ。で、カバー力もしっかりあるし、みたいな。ほら、さっきまで見えてた血管がほぼ薄れてきてるぐらい。カバー力もあるし、密着性がすごくいいと思いました。秋冬はこのセミマットの感じがすごい私は好きだったので、今回ベストコスメ入りですね。はい、次、エテュセのアイエディションジェルライナー。ほんとね、見てこれ、こうスッてスッて、これね、もうほんと素晴らしいぐらい発色がよろしくて、粘膜にほとんど感覚がないまんま描けるのよ。でしかも目バッチリプッチリさせても全然その下に映らないっていうのがあって、化粧濃くは見えたくないけどはっきりさせたいっていう時とかにすごくおすすめ。色味もね、ほんと素晴らしくって、黒みが強いブラウンみたいな感じなんだけど、ブルベの人でも安心して使える色。ブラックよりかは全然抜け感出るけど、ブラウンブラウンしすぎてる、ちょっと黄みがかってるブラウンとはまた違う感じで楽しむことができるから、すごいいいんじゃないかなって思いました。これは次でございます。ザン、キャンメイクのジューシーピュアアイズシリーズになります。ジューシーピュアアイズ30代マジおすすめ。ジューシーピュアアイズシリーズってね、発色がね濃すぎないのよ。それがもうマジで良い。12番はこんな感じの色なんだけど、この締め色以外が本当に発色がね、濃すぎないのよ。締め色はしっかり締め色でめっちゃちゃんと発色してくれるみたいな。っていうところが、このジューシーピュアアイズのおすすめポイントだなって思ってるんだけど、やっぱ30代にもなってくるとさ、アイシャドウをガンガン濃くするっていうことができないと思うの。それを全く気にせず使えるのはこのシリーズだなっていう風に思う、私。まあ私が持ってるだけでもカラー展開はこんなに豊富な感じなんですよね。で、やっぱり何よりもプチプラだよね。手に取りやすい。本当に。私とか特にそうなんだけど、ギャル卒したいんだけど、ギャル卒がなかなかできないっていう人にめっちゃおすすめ。じゃあ次でございます。こちらになりますね。デイジークのグリッターでございます。これね、友達からね、もらったんだけど、今日もね、
この涙袋とかに使ってるんですけど、もうこのデイジークのホワイトラメがね超可愛いの。この偏光ラメがね素晴らしくいいんだよね。だからイエベの人でもブルベの人でも両方使えると思います。なので誰でもあのラメでキラキラにしたいってなったらこれ結構おすすめですね。ではリップいきたいと思います。ロム&のウォーターティントシリーズになります。こんな感じで言ってる通りですよね。もうウォーターティントって感じでちょっと水分量が多そうな感じの唇になるんですよね。何がどうおすすめかって言ったらこれぼかした時なんだよね。すごいボケたな。リップだけどこうチークのようにこんなに綺麗な感じでボケてくれるんですよ。血色感が残って内側からジューシーな感じでにじみ出てくれるような感じになるんですね。唇が厚くてちょっと濃い色塗れないって人にこれマジでおすすめグラデーションリップとかした時とかに唇が厚くてもうまいこと発色してくれるから馴染みやすい。本当にラストなんですけども、ハイライトババアじゃないですか、私。ハイライトも死ぬほど好きなんですけど、今、そうね、上がってる動画の中では、まだ見せたことがないハイライトになります。こちらになります。ディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザーになります。もう最近もう、毎日これ本当にマジでいい、びっくりした。開けてみるとね、こんな感じになってるんですけど、買ってくれるかな、このツヤめき感。今もこれ使ってるんだけどね、ちょっと鼻先塗ってみようか。やばい。このハイライトマジ可愛くない？なんか、ツヤめきがありつつもちゃんとラメ感があって存在感出してくれるから、それこそ中顔面短縮メイクであったりだとか、アップノーズ系のチュンとした鼻を作りたいっていう時にもすごい使えるなっていう風に思う。このラメ感はすごいよ、ちょっと。本当にすごい、マジで超可愛い。こちらですね、なんと視聴者さんからいただいたものになります。ありがとうございます。嬉しい、マジで。私のね、好み分かってくれてんなってすごい思った。もう本当に視聴者さんからいただいてね、なんかあの使い始めるコスメとかも結構あるんだけど、もうマジで本当に私の趣味分かってくれてんなって、これを受け取って初めて塗った時にマジで思った。すげえなって思ったね。はい。ジーン、キュルちゃん。という感じですね。私の2022年のベストコスメたちでした。コスメの中でもさ、もうこれが最強みたいな感じで思ったりとか、毎年思ってるんだけど、それでも新しいものを使ってみたりとかするとね、すっごいなんか高揚感出るっていうか、うわ、これめっちゃいいじゃんみたいな感じになったりとかすることが結構多かったりとかするので、このベストコスメ参考にしていただいて、気になるものがあったらもうぜひ手に取ってほしい。本気で。はい。というわけでですね、この動画が少しでも参考になりましたら、チャンネル登録。グッドボタン、コメント、ぜひよろしくお願いします。みんなのベストコスメもよかったら教えてください。ということで、2022年も大変お世話になりました。2023年もぜひよろしくお願いします。ということで、以上、チュルでした。バイバーイ。